ブンブン、春移住、どうもサルです。今回はいよいよ最新の GoPro、GoPro Hero 8が正式に発表されましたのでご紹介したいと思います。このチャンネルではかなり早い段階からこの GoPro Hero 8のリーク情報などもご紹介していましたが、いよいよ正式に発表されました。アクションカメラというコンセプトは変わらないまま、現行モデルの GoPro Hero 7から機能などが大幅にアップしています。まず GoPro Hero 7でもかなり高評価を得ていたデブリ補正が今回発表された Hero 8になってさらに高性能になっています。ですので昨年のまでもジンバルがいらないということがアピールされていましたが、今回発表された Hero 8ではさらにデブリが抑えられた滑らかな映像が撮れるようになっています。その他 GoPro Hero 8で特に力を入れているのがインターフェースで、外部マイクはもちろんのこと、HDMI 端子にこれまでは搭載できなかったディスプレイ、そして LED のフラッシュライトにも対応しました。国内での発売予定については10月25日から、価格については税込み価格で55,880円となっています。アクションカムについては1万円以下で購入できるものも多数販売されていますが、やはりハイスペックな GoPro の最新モデルということで、価格はかなり高めになっています。なお、この動画を作成している10月2日時点では Amazon での取り扱いがなく、現時点で購入しようとするならば GoPro の公式サイトから購入することになります。ただ GoPro 自体は Amazon でも現行モデルを販売されていますので、ゆくゆくは Amazon でも購入できるようになるかと思います。ちなみに直販サイトで購入するメリットとしては、サンディスクエクストリーム 32GB マイクロ SD カードがセット内容に含まれています。では今回発表された GoPro Hero 8の特徴などを詳しくご紹介すると、まずは冒頭でもご紹介した手ブレ補正が強化されています。そして今回の手ブレ補正は全てのフレームレート、それから全ての解像度で使えるようになっています。ですので昨年のモデルまであった一部制限についてはなくなっており、とても使いやすくなっています。そして今回のモデル最大の特徴が、様々なオプション品に対応したというところです。これまで販売されていた GoPro も様々なオプション品に対応していましたが、そのほとんどがバイクに固定したり、またヘルメットに固定したりと、固定用のオプションしか用意されていませんでした。ただ今回発表された最新の GoPro Hero 8では、それだけではなくて外付けマイクやディスプレイ、そして HDMI ケーブルも接続できるようになりました。ただし、これらは GoPro 本体にそれらの端子が用意されているというわけではなく、メディアモジュラーという専用のオプション品を取り付けることによって、その中に外部マイク端子や HDMI 端子などが搭載されています。さらにそれら以外にも USB の Type-C 端子、それから純正の LED フラッシュを取り付けるためのシューマウント、このシューマウントは電源供給タイプではなくて、あくまで固定用のマウントとなっています。ですので今回の GoPro を購入する場合は、同時にこのメディアモジュラーを同時に購入しておくことによって、様々なオプション品を取り付けることができ、撮影の幅もかなり広がるかと思います。オプション品の中でも多くの人が望んでいたのが外付けディスプレイかと思います。このディスプレイは GoPro で撮影中の映像を映し出すことができ、特に旅行などに行って GoPro で自撮りをされる方にとってはとても便利なオプション品になっています。ディスプレイサイズは 1.9 インチということで、とてもコンパクトなディスプレイではありますが、その分邪魔にならず携帯性もいいかと思います。ただし GoPro 本体自体は10月末から販売がスタートしますが、このオプション品のディスプレイについては12月から予約が始まるとのことです。またもう一つ新開発されたオプション品が専用の LED フラッシュです。この LED フラッシュは防水にも対応しており、水深10メートルまでの防水性が確保されているとのことです。ただしこの LED フラッシュの方については現時点では国内販売については発表されていません。 GoPro 本体の方の基本スペックとしては、撮影できる最大の画質が 4K の 60p、 4K を1080まで落とすことによって 240p での撮影も可能になります。この1080-240p での撮影はスローモーション撮影にも対応しているため、特に 4K の画質にこだわる必要がないならば、基本的に1080の方を選択しておいた方が使える場面が多いかと思います。当然ですが、動画だけではなく静止画の撮影にも対応しています。静止画撮影の方は JPEG 保存だけではなく RAW 画像での保存にも対応しています。
またこのロー画像での保存は単にその瞬間撮影した写真だけではなく、タイムラプス撮影においてもロー画像での保存に対応しています。また一部スマートフォンにも搭載される機能としては、シャッターを押す前後の 1.5 秒間の映像を記録できる機能も搭載されました。また今回のモデルは外付けマイクにも対応しましたが、内蔵マイクの性能も上がっており、風が吹いた際に入ってしまうウィンドノイズを自動的に除去する機能もついています。この機能がどの程度のものかはわかりませんが、これまで綿のようなものを貼って対応していたウィンドノイズが、そういった加工をしなくてもかなり抑えられるのではないかと思います。ということで、すでにリーク情報は出ていましたが、完成度の高かった昨年の GoPro Hero 7からさらにスペックアップしており、最近は大手も参入してきたアクションカムの中でも、やはり GoPro は特別な存在になりそうです。ちなみに今回は360度の撮影にも対応した最新モデル、MAX というモデルも同時に発表されました。実は知らない方も多いかもしれませんが、GoPro は以前 GoPro Fusion という360度対応の GoPro を発売していましたので、今回発表された MAX はその最新モデルとなります。特に映像のストリーミング用のカメラとしても使えますので、単にビデオブログ用というのではなく、360度の映像配信用カメラとして購入するというのもいいかと思います。なお360度撮影に対応した MAX の方の価格、それから発売日ですが、まず価格は 67,100円、そして発売日は GoPro Hero 8と同じく10月25日となっています。 GoPro Hero 8よりもさらに価格が高くなってしまい、なかなか手が出しづらいカメラではありますが、やはり今でもまともに使える360度カメラというのは少ないので、何かそういったものを探した方は購入を検討してみてもいいかと思います。なお、MAX の方も現在 GoPro の公式ページの方で予約を受け付けています。こちらについても公式ページで購入することによって、サンディスクのマイクロ SD カードがセット内容に含まれています。ということで、以前からリーク情報をお伝えしていた GoPro の最新モデル、GoPro Hero 8がついに正式に発表されましたので、そのスペックや特徴などについてご紹介しました。特に今はスマートフォンのカメラの性能も高くなり、動画や写真の撮影はほぼスマホで行うという方の方が多いかとは思います。ただ、スポーツをしている最中の映像、それから旅動画などで歩きながら風景を撮影したりする場合も、スマートフォンで撮影するよりも、やはり GoPro を使った方が撮影しやすいという場面は多々あります。ですので、スマホ感覚で高画質な映像が撮影したいというのであれば、今回発表された GoPro の購入を検討してみるのもいいかと思います。なお、この動画の概要欄には公式ページのリンクが貼っておきます。概要欄のリンク先の方からは、今回発表された最新モデルの予約を行うことができます。また、現在値下がりしている現行モデルの GoPro Hero 8販売ページのリンクが貼っておきます。様々なアクセサリーの接続等はそこまで必要ないというのであれば、値下がりしている現行モデルを購入する方がお得かと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしく。お願いします。